アルマダは、ポルトガル、セトゥーバル県の都市。都市としては、人口10万1500人と、国内第6位。11の教区を持つ同盟の基礎自治体でもある。東は、セーシャル、南は、セシンブラ、西は、大西洋に面した長い海岸線。北から北東にかけては広大な定所川河口である。有名なクリストレイ像はアルマダを見下ろす場所に、立っている。アルマダとは、 アラビア語のに由来する。イベリア半島がアラブ人支配下にあった時代、アルマダの原野で金を利用していたことが、この時代の墓を発掘して判明している。天然の岬に位置していたアルマダは、アラブ人に要塞の建設地に選ばれ、リスボンの正面にあたる定所側への侵入の監視、防衛に使用された。軍事要所にある村は、農業、漁業で発展した。 1147年、キリスト教軍を指揮するアフォンソ・エンリケスが、帝女加工の要所を攻め落とした。1186年、三種一世はこの土地を、ポルトガルのサンティアゴ騎士団に与えた。1190年には、最初の検証を三種一世に与えられた。しかし1191年、セビーリャから北上したユースフ・アルマンスール率いるアラブ軍が、徐々に進行。 アルカセルドサル、パルメラ、アルメーダを占領し、騎士団は土地を放棄して逃亡した。アルマダの町はこの時に広範囲にわたって破壊された。ゆかりの人物、ありがとうございます。